岐阜車体工業株式会社とは、トヨタ車体グループに属する自動車組み立てメーカーである。16銀行柳瀬支店の河合敏之支店長の紹介で知り合った星野健太郎と川島信夫、野尻藤吉が協力し、1940年10月1日に岐阜車体工業株式会社を設立したことが始まりである。この創業者3名のうち、野尻藤吉は野尻自動車工場、川島信夫は川島ボデー製作所を経営しており、共に、当社創業以前から、トラックの車体の製造や修理を手掛けていたが、1936年に、公布、施行された、自動車製造事業法で、自動車製造が、政府の許可制になり、軍用トラックの生産拡大のために、企業合同による再編を進めて、自動車産業を育成することが国策とされたことから、事業を統合することになったものである。ただし、3人の中で最年長であったことから、初代社長に就任したとされる、星野健太郎は、鉄骨工事と軍の砲弾を旋盤で加工する、鉄工所の経営と唯一人の車体製造、未経験者であった。設立時の資本金は15万円で本社を、岐阜市長森岩戸に置くことになったが、創業時の従業員は社長などの経営陣を、含めてもわずか23名であった。なお、当社設立後も、社長の星野健太郎は、自分の会社、星野商店を別の企業として経営し続けた。設立から、半年も経たない1941年3月には、岐阜市記念町に、月産30台の能力を持つ、本社工場を完成させ、トラックの車体を一貫製造する体制を構築し、同年には、従業員45名で320台のトラック車体を生産した。さらに、1943年には、同じ岐阜市内の二軒家にあった岐阜合同車体を吸収合併して第二工場とし、岐阜県内唯一の車体メーカーとなった。こうして、岐阜県内では唯一のトラック車体メーカーとなり、KC 型と呼ばれる軍用トラックの運転台や、荷台といったボディの製造を行ったが、鋼材不足の深刻化とともに運転台などは、大半を木材で作ることになった。第二次世界大戦中に、トラック車体の製造で、木材加工を行ったこともあり、その戦後には、家具や建具といった、木製品の製造を手掛けたこともあった。だが、トラックは、復興にも必要なことから、当時各都道府県ごとにあった自動車配給会社から、当社本来の製品であったトラック車体の注文が入るようになり、徐々に本業を再開していくことになった。後に、当社の一部となる、星野商店は、1948年にプレス機を導入して当社に、鋼材やボディ部品を納入するようになり、翌年の1949年には、トヨタ自動車工業へプレス加工部品を納入し始め、トヨタグループとの取引が始まることになった。しかし、バッテリーハンガーやラジエーターグリル等のトラック向けの部品をトヨタから受注したものの、生産技術が低かったため不良品が続出することになった。そのため、最悪の時には、従業員の半数以上が修正作業に従事したことから、売上が以前の約4分の1に落ち込んで赤字となり、給与の遅配が3ヶ月にも及ぶ、危機的な状況に陥ることになった。このように、トヨタとの取引の立ち上がりは大変苦戦したものの、その後の朝鮮戦争に伴う特需の際には、トヨタ自動車工業から軍用トラックを大量受注することにつながっていった。なお、この初期のトヨタ自動車工業との取引は、間接的なもので、直接取引が始まったのは1959年8月の T10 トレーラーからであった。当時、当社が主力としていたトラック車体の製造は、各自動車販売店などから個別に受注する多品種少量生産ものであったことから、当社の経営陣は限界を感じるようになっていった。そのため、完成車メーカーであるトヨタとの取引拡大に取り組むことになり、生産体制の見直しに着手した。その一環として、1956年9月には、星野工機を吸収合併して、吹き上げ工場とし、当社は、プレス加工を社内に取り込んで、トラック車体の金属化に対応する体制を整え始めた。また、1957年には、トヨタ車体に鉄製ボディの製造を習得するための研修生を派遣したのを皮切りに、その後設計部門にも実習に活かせるなど、鉄製ボディの自動車生産のノウハウの習得を進めていった。こうして得た技術と日本電信電話公社や日本国有鉄道などの特装車での製造技術を活かし、ランドクルーザーのバンタイプとして販売された FJ28 型のボディを多く受注することに成功した。このランドクルーザー FJ28 型のボディ生産での実績が認められたことで、ランドクルーザー用のトレーラーである T10 トレーラーを受注することになり、1959年8月からトヨタ自動車工業本体との直接取引が始まることになった。さらに、ランドクルーザー FJ28 型をロングホイールベース型であるランドクルーザー FJ35V 型では、設計段階から参画し、単なる製造請負から脱皮していった。しかし、ランドクルーザーの生産を請負い始めた初期に1台あたり約10万円の損失が生じるような状況が続いたことから、トヨタ自動車工業側が不審に思い、購買部の担当者を当社に派遣して、ランドクルーザーを1台分解して、その原因を突き止める事態になった。この解体調査により、当社の見積もりに、車の床板という大きな部品が含まれていないことが判明し、トヨタから叱責されたものの、その分を上乗せした発注額へ調整されて採算が合うようになったのみならず、トヨタの直前の決算以降に納入した分については、過去の分まで遡って上乗せして、支払いを受け、業績悪化の危機から脱することになった。こうしたトラブルを乗り越えながら、トヨタ自動車工業のランドクルーザー FJ45V 型の他に、小型トラックのスタウト RK45P 型の生産を行うようになっていった。その結果、トヨタ自動車工業向けがトヨタ自動車販売向けを上回るようになり、自動車メーカーの一翼を担う企業へと変貌していくことになった。その後、1963年10月にダイナロングボディ RK175 型の生産を開始し、約半年後の1964年4月に1000台を達成するなど、急速に生産を伸ばした。こうした急速な生産拡大に対応するため、1960年10月に、羽島郡岐南町に、岐南工場を完成させて、プレス部門の吹き上げ工場を集約し、1967年10月6日には、各務原市に、各務原工場の第1期分として、プレス工場とボディ工場が完成させた。その後、各務原工場は 2.3 基の増設工事を進め、1970年1月には、本社、岐阜工場を各務原へ移転させて、当社の本拠地となった。なお、1967年には、トヨタ自動車工業の系列工場間で、生産の分担の見直しが行われたため、当社が同社との直接取引を始めた、ランドクルーザーの生産は終了して、荒川車体工業へ移管され、代わりに、セントラル自動車から、ダイナのルートバンやダブルキャブの製造が移管されて、ダイナが当社の新たな主力車種となった。そして、1971年8月には、ハイエースの生産を始めた。その後、オイルショックの時も乗り越えて、トヨタともに生産を維持、拡大していったが、1977年8月に、全面改良したダイナの新型への生産切り替えが行われると、その立ち上げに失敗して不良品が続出することになった。この新型への生産切り替えの失敗を解消するため、トヨタ自動車工業は生産調査室から4人のスタッフが送り込んで、現場の改善に乗り出し、1978年初め頃までには生産を軌道に乗せることに成功した。これをきっかけに、当社は、トヨタ生産方式と後に呼ばれるようになったノウハウを、トヨタの指導を受けながら取り入れていくことになった。このように、トヨタ系のトラック車体の製造を主力とする企業として成長してきたが、トヨタ自動車がグループのトラック生産を日野自動車工業へ集約する方針を示し始めたことから、事業の見直しを迫られることになった。そこで、1998年に後に、トヨタの社長になる、渡辺勝明元町工場長から紹介された、同工場工務部長だった、栗田時雄を参与として招き、2001年に、当社第5代社長に就任させ、トヨタグループとの人間関係の強化を図った。その後も、2007年に就任した第6代社長の中谷勝彦、2010年に就任した第7代社長の山田博文と、トヨタやトヨタ車体の生産技術出身者が社長を務めている。ありがとうございます。